91、92、93、94、95、96、97、98、99、100。エガちゃんです。それでは、うん、江頭さんの数年ぶりの全国放送の CM、 よし、どこよりも早く独占公開です。うわー、緊張するなどんな仕上がりになってるか。はい、どうぞ。美少女アーミーとサクサク最強を目指せ。遊び方はブラウザで検索。おお、バランスボールがない。はい、あれ実はあの CM のカメラって固定なんですよ。うん、で江頭さんがこう動きすぎちゃって映ってなかったそうです。嘘くそー、ムカついたー。ちなみにあれ映ってたとしてもあの CM の交差的に危険だからって NG だったじゃないですか。そうなんだ。はい、でここで一つ朗報があります。何？なんとですね、ビビットアーミーさんから江頭さんが今回頑張ってくれたということで、うん、プレゼントがあるそうです。何？なんとですね、新規ユーザー数が1万人を超えたら、うん、ブリーフ団と一泊旅行プレゼントしてくれそうです。松野みやびちゃんじゃなくてじゃなくてそれちょっともう危険すぎてダメだと思うんで、いいじゃないですか我々とでも。よし、わかった、ブリーフ団と行こう。で、ここが大事なんですけど、うん、この今、エガチャンネルのこの動画の概要欄から入ってもらってゲームを始めてくれた方が1万人いないとダメなんです。1万人？はい。うわぁ、難しいかもしんないなぁじゃちょっとこれ行きたいじゃないですか。でも行くよ。はい、なんでちょっとあの詳しく説明をさせてもらってもいいですか。うん、これ今あのエガチャンネルのこの動画のページなんですけど、この概要欄っていうところにゲームに飛ぶことができるリンクが貼ってあります。うん、でこれを、クリックします。うん、でちょっとあのいろんなアプリどれで開きますかみたいなのが出てくるんで、うん、今回はあのサファリでやってみたいと思います。はい、ちょっとここが1個重要なんですけど、この右下にサファリのボタンがあって、うん、ここからこれ開くとですね、これサファリのページに飛びますんで、うん、でこれでやると、うん、あの次サファリから、ビビットアーミーのところ飛べば続きができるようになります。でこれ URL クリックすると、うん、ゲーム始まるんですけど、そうか、もう登録とか、うん、入力とか一切なくすぐに始められます。そうか、はい、目標ちょっと今日はレベル5まで。で、この今、あの木のないところがあの僕らの陣地なんですけど、おお、これを広げていきたいと思います。うん、はい、敵を倒して、で、これスペースをスライドすると強くなっていくんですよ。玉込めよし、玉込めよし、お
リアナ、よし。あ、でこれちょっと今これ敵が現れたんで、さっさと戦っていきたいと思います。攻め込みましょう。はい、これ戦闘をします。で、これ戦闘始まりました。下が我々で上が敵です。はい、いや、これ戦闘も僕何もしなくていいんですよ。勝手に戦ってくれるんです。すごい簡単にできちゃうんで。どっちが勝ってる今？もうちょっとで敵死にそうですね。勝ちました。よっしゃー、皆さんありがとうございます。この女が助けました。うん、あの救難信号はティナじゃなかったの？キャロルじゃん。はい、巨乳なんだよね。はい、いいですよ。あ、これティナちゃん。ティナ、はい、巨乳じゃないね、これ。そこなんですよ。そうですね、今ちょっと修理をしてもらって。やっぱり金貨を獲得できる施設だったんだ。金貨を獲得できるようになりました。あの人というのは、キャロルは巨乳だね。まあ、ラグノです。これはラグノ。いや、金庫をちょっと立ててみたいと思います。これを左下の押すと、もうこれを押すだけで金庫が、あ、今レベルが上がりました。レベル2になりました。おー、すごい。こんな簡単に上がってきます。サクサク金庫立ててきますね。おー、レベルアップ。キャロルも一緒に旅行連れていくぞ。これで陣地広げました。おー、レベルアップ。レベル上がりました。これでおー、レベル5になりました。レベル5だ。これレベル5まで行きますと、この江頭さんのイベントができるようになります。おー、はい、でさらにですね、うん、3日間ログインをすると、うん、ゲームの中で使える江頭さんのスタンプがあるんですけど、うん、それがゲットできる。おお、これが8月31日まで。おお、ぜひあのこの動画の概要欄から飛んでいただいて、1万人ぜひやってほしいですね。そうだね、1万人突破して1泊旅行行くぞー。おー、よろしくねー。